こんにちは。最近全米オープンに向けてトレーニングを追い込みまくっているので全身が筋肉痛の西岡由志です。ということで今日なんですけども、日本にいる間にちょっといろいろ動画を撮りたいということで、リターンをそういえばやってなかったなと思うので、今日はちょっとリターンの復習をやってみたいなと思います。それではやっていきましょう。今からリターンをやっていきたいなと思うんですけど、僕左利きなんで、そのまあ右利きの人はちょっとまた逆になるんですけど、考えることのベースは結構同じになってきます。僕が結構リターンで一番意識しているのは、この打つっていう動作じゃなくて、このブロックするっていう意識を結構持ってて、打とうとしてて、スイングするわけじゃないですか。構えてからボールを当てて振り抜くっていうのが、ストロークっていうものだと思うんですけど、リターンの感覚は僕結構違って、どっちかっていうと構えをもうめちゃくちゃコンパクトにして、当ててからここちゃんと面がぶれないようにブロックして返すっていうのを結構意識してやってるんで、それをちょっと実践していきたいなと思います。じゃあフォアハンドからいきます。実践してみたんですけど、結構ちょっと細かかったんで、もしかしたら分かりにくいかもしれないんですけど、一応大げさにフォアハンドのコンパクトで構えて打つっていうのと、大きく構えてやってみたんですけど、なんで大きく引くとダメかっていうのが、サーブって速いじゃないですか。で、速度も結構変わってくる中で、このタイミングが結構重要になってくるんですね。大きく構えてここでいつも合わせるってなると、どれくらいの速度でボールが来るかっていうのってサーブって結構分かりにくいんで、やっぱ理想はここでボール振り遅れたりすると、相手のボールのパワーがある分ちゃんと面を作って返さないとボールって綺麗に飛んでいかないんで、大きく構えちゃうと打点が結構バラバラになっちゃうんですね。もし体に思いっきり来た時に大きく構えてたら、ここまでのタイミングが少しずれて面がちゃんと当たらなかったりとかする中で、コンパクトに構えてやってみると、もし自分の方に体にサーブが来た時にでも、ここがコンパクトであれば、でここのしっかり面を作るっていう意識だけできてれば、しっかり当てて返すことができるんで、そこが僕は結構リターンの重要だと思ってて、やっぱリターンのめちゃくちゃうまいって言われてるこの錦織選手とかも映像見てもらったら分かると思うんですけど、フォアもバックもめっちゃここコンパクトに構えてて、このちゃんと面を当てて相手のボールをちゃんと殺すっていうイメージを作ってる分、やっぱりしっかり相手のサーブを返すことができる。リターンの最重要は絶対にコートに返すっていうことが大事なんで、そこからゲームがスタートするから、思いっきりボールを打つっていうイメージじゃなくて、まずはしっかりコントロールして相手のコートに返そうよっていうのが、僕はリターンの最重要だと思ってます。振るっていうイメージじゃなくて、威力が来たボールをしっかりブロックして、まず返すっていうことを意識してやってます。